レビー・パトリック・ムアナワサは、ザンビア共和国の政治家。2002年から2008年まで、ザンビア共和国の大統領を務めた。1948年9月3日、ザンビア北部のムフリラで10人兄弟の2番目の、今年で生まれた。ザンビア大学で、法学学位を取得後、1974年から、個人法律事務所で働き、 1978年に独立した。1985年、ザンビアの商務長官として政府に仕えたが、翌1986年には自分の事務所に戻った。1991年12月、フレデリック・チルバ大統領から副大統領に任命されたため、1992年3月に事務所を去った。1991年12月8日、 ムアナワサは大きな交通事故に巻き込まれ、彼の補佐官がその場で死亡した。ムアナワサ本人も体の複数箇所に傷を負い、治療のために南アフリカ共和国のヨハネスブルグに搬送された。入院しての治療は3ヶ月に及んだ。この事故の後遺症で、ムアナワサの発音は顕著に不明瞭になっている。 1992年から1994年までの間、副大統領として職場にはびこる悪臭や指導者たちの大敗、同僚たちからの抵抗に対処した。しかし、1996年に、複数政党制民主主義運動の大統領、候補者選で現職のチルバ大統領に敗れると、政治の一戦から退いた。 2000年8月、MMD の国家評議会によって2001年大統領選挙の候補者に指名された。翌年の12月27日に行われた大統領選挙では11人による激戦となったが、ゴドフェリー・ミアンダ、クリストン・テンボという元副大統領2人を抑え、わずか29%の得票率ながらも最多得票を得て当選した。 自転のアンダーソン・マゾカが27%を得票して迫る接戦だった。こうして2002年1月2日、ムアナワサは大統領に就任した。しかし、大統領選挙の結果に対して、マゾカの国家開発統一党などの野党から異議が唱えられ、実際には自分たちが勝利したのだと主張を行った。国内、国外の選挙監視団も、 不正投票や選挙人名簿の欠陥、不公平で偏ったメディアの報道など、選挙運動と投票に重大な不正があったと指摘した。1月、大統領選挙を戦った3人の対立候補が、無穴わさの勝利を覆す、要最高裁判所に請願を行った。裁判所は、選挙に欠陥があったことは認めたものの、それが結果に影響するものではないと判断し、 訴えを退りけた。2005年1月、ムアナワサはこれまでザンビア政府が貧困に対して取り組まなかったことを国民に対して謝罪した。国連によるとザンビアの国民の75%が1日1ドル未満で生きていかねばならない状態であった。ムアナワサは2期目を目指して2006年9月28日に行われた大統領選挙に立候補した。 主な対立候補は、野党愛国戦線のマイケルサタと目されていた。ムワナワサは公式結果で43%の得票を得て10月2日に再選が決まった。数日後、新内閣を指名し、副大統領として、統一民族独立党のルピア・バンダを任命した。2008年6月29日、アフリカ連合首脳会議に出席するためエジプトの シャルムエルシェイクに外遊していたムワナワサは脳梗塞により緊急入院。翌7月1日にはフランスへと搬送された。原因は高血圧性の脳内出血であった。ムワナワサが職務を遂行することが不可能となったことを受け、副大統領であるバンダが大統領の職務を代行した。ムワナワサはパリ市内の病院にて治療を受けていたが、 2008年8月19日に死去した。これに伴い、副大統領のバンダが第4代大,大統領に昇格した。日本との関係では、2008年5月にアフリカ開発会議出席のため訪日し、福田康夫首相と会談した。ありがとうございます。